はい、中谷翔でございます。この動画の内容がよくわからない方は再生リスト内にある入門編解説の動画をご確認くださいませ。はい、それではまず運営している会員様専用の掲示板について触れていきたいと思います。まず中距の11です。青いステークスに関して私が投稿した記事でございます。独自手法による見解を書いておりますので、白塗りの部分が多い点はご容赦くださいませ。まあここら辺にいろいろ要素が書いてあります。そして結論的には8番と9番を推奨させていただき、8番が、3着に滑り込んだというところだったと思います。そしてこのレースは、3連単100万円を超える馬券が出現しましたので、荒れたレースとなりました。はい、それではそれらの見解から的中された方々のご紹介をしていきたいと思います。ここですね。まずは、まあ、感謝の言葉をいただいておりまして、こちらの方は2番を軸に、7、9を最初考えていたようですが、結果的には8番も購入していただいており、2からの7、8で的中しております。1点あたり500円投資しているようですね。的中おめでとうございます。はい、続いて別の方も的中していただいております。278のワイドいただきました。びっくりしました。ありがとうございました、とのことです。どちらも同じ方の馬券ですが、投資が600円と400円で合計1000円入れてますね。そしてリターンの合計が約3万円ですので、レバレッジ30倍の効果を生んでおります。まあ、びっくりしましたと、ご意見いただきましてありがとうございます。一応私の独自手法で穴馬を抽出すると、なぜか構想するケースが比較的多いという状況を埋めております。はい、続いて別の方も的中されておられます。こちらの方は以前からしょっちゅう的中されている方でございます。まあ、8番をこのように200円で副賞で拾っていただいているのはそうなんですが、注目すべきはここですね。2番と7番の組み合わせ、5000円突っ込んでおります。比較的大きなリターンになったんじゃないかなと思います。まあ、うまく7番を選択されたところは、さすがこの神様だなとは思います。的中おめでとうございます。はい、最後に的中された方をもう一人ご紹介します。この日この方は6分の4で的中されたようで、何もかもうまくはまった日とのことでした。投資した金額が8000円ですね。リターンが、10万飛んで2870円ですから、10倍を超えるリターンになってますね。6分の4の的中率ですから相当すごいと思います。まあ、こういった隠れ的中会員さんも多数いらっしゃるので、
まあ、運営している同方としても、大変幸いでございます。はい、ご紹介は以上でございます。的中された皆さん、おめでとうございます。引き続きよろしくお願いします。はい、それでは続いて機種旧車をデータベースに基づいてチェック要素後配置確認していきたいと思います。まず柴田大地ですね。7レースと8レースでゼッケン4番で被りがあります。続いて小畑拓也ですね。4レース5レースとベスト2での配置。続いて7レース8レース13番目での片方循環ベスト1の配置です。続いて石橋ですね。1レース4レース裏12表12ベスト3の配置です。続いて90レース11レースですね。ここは3連続で2枠配置になっております。3連続の2枠と考えてもいいですし、ゼッケンの被りと別件で裏15番ベスト4の配置が混ざっている、このように解釈しても結構です。続いて同じような被りですが、田辺騎手ですね。9、11、12、7枠での3連続の被りがあります。分解しても裏かぶりとゼッケンかぶりがございます。はい、続いて菅原騎手ですね。こちらの4、5、6、10レース見ていきましょう。28番28番28番、循環の28番で4、5、6レースと被っていることと、5レースからは5番、5番、5番の3連続があります。そして続いて横山騎手ですね。こちらは日曜日2回騎乗でともに裏7番のベスト4での花丸ということになっております。はい、続いて大野騎手。9レース10レースゼッケン11番での香りがあります。続いて石川騎手。7レース12レースゼッケン9番での香りがあります。続いて三浦騎手ですね。4、6、9と17番目3連続での被りがあります。はい、続いて吉田隼人騎手。8レース9レース裏3番ベスト4の被り、14番でのベスト1での被りでも結構です。続いて10、11レース裏7番での被り、別件で11、12と表裏のベスト3での被りですね。11番目です。続いて山田騎手。2レース10レースの2回騎乗でともに循環の20番目、この花丸です。はい、武藤みやび騎手ですね。2レース3レースでゼッケン7番での被りがあります。はい、続いて内田騎手。2、8、10レース19番目での3連続の被りがあります。表裏での2、8レースでのベスト3での配置でも結構ですし、14番目のベスト1での配置で2、8という高配置でも結構です。3連続が好きな方は
19番目でチェックしても結構です。続いて北村騎手ですね。2レース3レースがベストワンでの配置、5レース8レースですね、7番目でのベスト3での配置。続いて福永騎手、9レース10レース表3番裏3番でベスト3での被りがございます。はい、続いてルメールですね。3、4、6レース8枠に配置されています。また9、10レースでは裏11番で被りがあります。はい、ここで一旦休憩がてらダービーについて触れておきたいと思います。前日段階で注目するレースとして東京の8レースを注目したいと思います。このレースは15番が除外となり、12番、14番、2番の順で決着いたしました。まず2着と3着の関係に注目していただくと、表2番、裏14番、表14番、裏2番ということで、どちらも2番目14番目を持つ裏ゾロ目の関係になっております。2番と14番、そして循環した小さい方の数字が循環の17番目となります。この17番目というのを頭に入れておいていただき、除外した馬に注目していただくと、馬名がタイムモーメントという名前でございます。ここでダービーの出馬表に視点を移してください。表3番、裏15番目にタイムトゥーヘブンという馬がいます。同じ15番目という位置でタイムという名前を持ったもの、共通しますね。ここの部分にまず気づいてください。そしてここからですが、起点を取りたいと思います。東京の8レースタイムモーメントから1着の12番、ここまでの距離、最短距離で上に1、2、3、3つ隣の12番目ということになります。この3つ隣というものをダービーのタイムトゥーヘブンに当てはめると、まず上3つは2番、1番、17番と、17番のバスラットレオンが3つ先に該当することと、下に3つとなると4番、5番、6番、6番のバジオに該当します。よって穴馬の目線として6番、17番、一つ注意しておきたいと思います。はい、それでは騎手の配置の確認に戻りたいと思います。デムーロですね、4、5、7レースと27番目、3連続で27番目となっています。続いて8、10、11、こちらも
5番目系での3連続となっております。はい、続いて横山武史ですね。4レース7レース、15番のベストワンでのかぶり、そして11レース12レースはゼッケン1番でのかぶりがあります。はい、続いて川田騎手、10レース11レース、10番10番ベスト3の配置、11、12レースでゼッケン8番でのかぶりがございます。はい、騎手は以上でございます。続いて厩舎です。はい、続いて厩舎ですね。清水厩舎、4レース8レース表4番裏4番でかぶりがあります。続いて久保田厩舎、2頭出し1レース9レース3番裏3番での花丸です。続いて田中厩舎、5レース8レース7番目でのベスト3でのかぶり、和田厩舎、3、4、5と裏表裏13番目で3連続でかぶっています。小尾山厩舎、2レース4レース4番目4番目ベスト3です。はい、続いて堀厩舎、2頭出しの花丸です。1レース10レースベスト3での花丸です。菊川厩舎、こちらも花丸です。1レース8レースベスト1での花丸です。鹿戸厩舎、4レース6レース裏16番ベスト4の配置、6レース11レースはゼッケン1番でかぶっております。続いてクリーター厩舎、2レース11レースと2頭出しで、循環の48番目と数字の数が多いんですが、チェックされたい方はこちらも花丸で結構でございます。はい、続いて水野厩舎、26番目で花丸です。2レース4レースです。蓮谷厩舎、6レース9レースでベスト2でのかぶりです。続いて戸田厩舎ですね。30レースでベスト3でのかぶり、高柳厩舎、3、4レース2頭出しで循環の27番目での花丸。続いて本間厩舎、3、5レースで5番ベスト3でのかぶりです。続いて牧厩舎ですね。4レース5レース数が多いですが、循環の43番目の花丸でも結構です。的場厩舎、4レース6レース2頭出しベスト3での花丸です。高橋厩舎、4レース9レース循環20番目での花丸です。はい、続いて国枝厩舎、10レース11レース表2番裏2番ベスト3でのかぶりです。大江原厩舎、57レースのゼッケン1番目での花丸です。続いて辻厩舎、7レース8レースベスト1でのかぶりです。藤沢厩舎、7レース9レース循環27番目での花丸です。続いて友道厩舎ですね。11レース2頭出ししている片方の方に対して表10裏10ベスト3でのかぶりがあります。また
こちらの27番目という数字で10レース、11レース、12レースと3連続で27番目というチェックでもいいと思います。続いて池添厩舎、10レース、11レース、2頭出しでベスト3での花丸です。はい、それではチェック要素、後輩値の確認は以上でございます。はい、それではダービーです。途中でご説明した穴系の馬の馬番はご説明した通りでございます。ここでは人気ですが選択しておきたい馬に関してご説明したいと思います。1番エフフォーリアですね。こちらは東京の最終レースおよび中京の最終レースともに勝ち馬が大外の16番でありました。どちらも裏1番目という点で1番目という位置を有していますので、このレース結果よりエフフォーリアの1番は選択すべきなのかなとは前日段階で思っております。またゾロ系の要素も前日時点で垣間見れたので、横山どんぶり、ワイド目での横山どんぶりという点にも注意を払った方がいいかなとは思っております。1番と4番、この組み合わせが当日の流れでも押されるようであれば4番は紐として選択ということもあり得ると思います。それではタイムトゥーヘブンからのご説明した穴馬、こちらにも注意していただきつつ当日臨んでくださいませ。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。